そうですね、はい、ちょっと皆さんぜひ。もう中国は何回かおやりになってるんですか？コロナ前に4カ所行ってたんです。あ、そうですか。まあ、あの正直な話だからね、うん、なんで俺呼んでくれたのかなって。いやいやいや、行けることになったっ。はい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 。向こうの方の反応っていうのは、せーの、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ってなんか聞いた話、あんまりテレビとかラジオとかもほとんど聞かないって。そうですね、うん、正直全然。じゃあ全く知らないですか、ナイツって。まあね、あのさすがに知ってますよ。知ってます。はい。あ、本当ですか。でそのなんか、うん、しばらく抵抗してたけど、やっぱテレビ持ってないわけにいかないなっていうので、うんうん、持つよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり皆さん喋りのプロの方々だから、とても楽に喋らせてもらえたなと。ほら、なんて言うんだろう、漫才をやってる人間のこうプライドにかけて、何としてでも面白くしてやるっていうスタンスじゃないところで、普通に俺の話を受け止めて普通に会話してくれたから、そういう意味で普通にプロフェッショナルの喋りの方々として対処してくれたんで、ありがたく気持ちよく喋らせてもらったっていう感じだよね。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ぜひ聞いてください。コメント欄に質問なり、なんかこんなことやってくれでも、なんかそういうことをね、ガンガン書き込んでもらえると嬉しいなと思ってます。意外に見てるけどチャンネル登録してないっていう人いるでしょ。せっかくだからチャンネル登録してください。よろしくね。それじゃあ。